よろしく。
レゼントタイム。ちょっとブレストがね、私らが先輩みんななんですけど、ちょっと かわいそうやなってなって、こちらからの、ね、気持ちを込めて、ありがとうの気持ちを、引退をわざわざ組んでくれてありがとうの気持ちをブレストに私たちから伝えたいと思います。逆ブレストいつもありがとう、ありがとう、ありがとう、こちらプレゼントです。ありがとうございます。なんか見なくていいですか、なんか見なくていいですか。ちゃんと開けるの。将来ちょっと不安な単位取れてない人とかもいるんで、なんかパワーストーン、ブレスレット、ブレスレットみんなに、鍋にサプライズ、鍋いつもありがとう。鍋は横チームみたいにそのサプライズプレゼントしてくれる後輩とかおらんかな。さっきの裏で悲しんでて、鍋がなんか俺はもらえへんみたいなちょっと悲しんでて。私たちで用意します。買いました。
別れを惜しむただそればかりの毎日さこんなことだからいつまでたっても大人にならしねI'm sorry.
したら今日はちょっとおとなしめやったんですけど、やっぱり鍋、なお、まひろ、名前なんなんお前、まぴろ、まひろ、沢崎、沢崎の引退および僕の引退を祝して乾杯。最後バイブス満金で。今彼が譜面を変えてます。じゃあテキーラが滑ったところで人間大好き。
せーの、鍋。一回順番ちゃんとしよう、一回順番ちゃんとしよう、順番ちゃんとしよう。沢崎鍋なおでいいもん。せーの、沢崎鍋なおの。お疲れ。はい、ということで1日目はこれで終了となります。お疲れ様です。イエーイ。いやーいいなまず一旦、今日お世話になった PA さん、スタッフさんに挨拶するんで一旦後ろを向いてください。はい、一体 MC させられます。どうしよう、マジで CMつもりだったから終わるか。どう話し合うよ。後輩からしたらなんかめちゃめちゃ不愛想でなんか関わりづらい先輩だったかもしれんけど、なんかその中でもなんか鍋さん鍋さんとか言ってる後輩がいてくれて、まあ、1年はマジで楽しかったです。僕が後輩に言えることは、大学4年間をもうすごく楽しんでくださいっていうのに尽きるんですけど、まあそれが最悪サークルのためかなってもいいけど、その自分が楽しい大学4年間を過ごすのが結果的にサークルも楽しく過ごせる4年間やったら僕は嬉しいです。ちょっと待って、ごめん、めっちゃ頭回ってない、全然頭回ってない。いいこと言ってる、甘いな。いや、マジで知ってる人からすると1回生のあの俺からこの同期にまみれたステージが想像できるとはマジでほんまに思ってなかった、正直。そう、今の後輩とか知らんけどマジで同期、別に嫌いとかじゃなかったけど、そう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 、マジで
ブライス、まあ、ブライスっていうもんじゃないだってそう後輩分からんと思うけど、今こうやってエミルとかとめっちゃ仲いいけど、4月から2人ともってエミルと初めて喋った忘年会とかやもんなやばない、8ヶ月間俺エミルと喋ってる、ほんまに。だってな、リンカとかもな、進化の時に初めて喋ったもんな、いかにせよ。そうそう、マジでほんまにちゃんと1年間、ね、なんかな、同期と喋ってなかったのに、いやーこんな同期と組めて僕は嬉しいです。多分っていうか、まあ、間違いなく僕がこうやって3年間 SE に居続けてこのステージに立ててるのも間違いなく同期のおかげやし、1回生のあの尖った俺をもなんか優しく受け入れてくれて、なんか寛容な心でな、いやマジで感謝してます。おらんけどヘイブとかな マジでこの動機じゃなかったら俺今ここのステージ立ってへんと思うよ、正味マジでフ1年間俺が不愛想な態度とっても、なんか2回生だってなべくんとか言ってくれる動機じゃなかったら俺はマジでここにここに立ってなかった、正直ましたが、先輩方わざわざ開いてありがとうございます。本当に多分いや先輩のことについて俺多分長く喋ってまうから一言だけ、いや一言だけ言うわ。僕が SU に入ってよかったなって一番思う瞬間は、なんか先輩方の後輩になれたことだと思ってます、僕は。マジで。です。いや、ほんまにその言葉につきます。つきます、僕は。マジで。また、飲みでも飯でも。飯で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 飯私も同期の友達とかいなくて、先輩と話して SU に入ったので、キューベースさんとかでその優しく受け入れてもらって、すごい、あ、本当に SU に入れてよかったなと思います。ありがとうございます。で初
めは初めは一人で新館行ってみたいな、そういう感じなんで、後輩の方々は多分あんまり知らないと誰だこいつと思ってるとは思われるんですけど、私の同期の3回生たちはみんなすごく優しいし、まあ、うまいしかっこいいので、その自慢の動機を見習ってみんなも楽しく過ごしてくれたらいいなと思います。同期の皆さんもはなんかたまにしかここ1年とかはほとんど来てなかったんですけど、SU は来てなかったのに、もう来た時はもう毎日おるかのように接してくれて、まあみんなそれこそ鍋とか横陣とかは大事な引退を誘ってくれて、すごいいやいやそんな とても嬉しかったです。で、まあ、特に私はりなちゃんとヤクルトとみゆは初めから仲良くて、私が来なくなってからも同じようにずっと友達でいてくれて本当に、あ、まあ、他の人は、まあ、それよりは下って、その特に、まあ、みんな本当にあのいい友達なんですけど、特に3人は本当に3人が行ったからあんまり来てなくても SU に居場所があるというか、本当に3人と出会えてよかったなと思います。終わりです。できるままってしてゲロ吐きそうなんで早めに終わるんですけどあんまりサークル全然参加してなくて、私はで同期もそんなに友達がいなくて、先輩方もそんなにお友達がいなくて友達あんまりいないんですけど、この見た目で人見知りなんでめちゃくちゃとっつきにくいと思うんですけど、結構ポップなんですよ実は。でそれに気づいて話しかけてくれた後輩とか同期とかすごい、サークルの生活を充実させてくれて感謝しています。ありがとうございます。これからもなんか歌なら負けないので誰にも誘ってください、お願いします。こんにちは、おはようございます。おはようございます。僕シシャモあるんですよね、一番大事なシシャモ。キューベさんボコボコにするシシャモあるんですけど、まあ喋っとくか、こんなに涙の雰囲気やし合わんけど。ってなわけで僕引退させていただきます。 SU 入ってたことも知らんのちゃうかな、後輩たちは多分ね、みんな関わりある子何人かおるけど、そう僕 SU 入ってたんです。なんなら SU が先に、SU に先に入りました。で SU で SU に入った理由はその早め、僕初心者でもうギターなんかも触ったこともないし楽器なんか触ったこともなかったんですけど、その状態で SU に入って、メインって言ってたエコーに入るときにこう少しでもそのエコーの同期よりも上に行きたいなと思って、ジャイさんとかの何やったかな、ベガスや、思い出した、ベガスを見て、いや、えぐい場所来てもらったと思って、マジで結構あ終わったと思いながら1万円払ってこうやって RG の金で RG からしょっぴいた 1万円をそのまま東さんに提出して借金でサークルに入りましたということで。でね、僕は、ほんまにゴミかす下手くそなんですよマジやで。お前ナオとな組んだな、それこそな、ナオとマリナさんとサニーカオーシュ、エミルベース、ヤクルトがピンボ、ドラムヒロシ君という、ガチベガスを超えるガチ編成で主将をやらせていただいたこととかもあったんですよ実は。そうでもゴミカスも動画検索してください、もうゴミカスなんで全員がお前ドン引きするぐらい下手くそなライブをして、
っていう状況も知ってる先輩方もいるんですけど、の状況で僕はどんどん、僕人に負けたくないんで、もうギター棒およびギター棒ボコボコにするつもりでずっと練習して、まあ、まだ下手やけどね、会長になって唯一の初心者としてっていう感じの変遷があって、 SU がなかったら僕はこうやって偉そうに前でエコーの会長として、あ、エコーの会長なんです、僕覚えててください。そう、エコーの会長として偉そうに喋ることもなかったし、正直で、ここまで多分軽音をガチでやるつもりも正直なかった。僕はもう遊びが大好きなんで、もう飲んでばっかりいるしっていう人で、この状態で SU に入って、まあ、ガチの人たちに触れ合えたことでこうやってね、皆さんに喋る立場になったまであるんで、すごい僕は先輩方にありえんぐらい感謝してます。実はほんまですよ、ジャイさんたち。マジ疑ってないで俺。こんな適当な感じの性格やけど、実は結構リスペクトが高い方なんですよ、僕は。ってなわけで先輩への一言は以上にして、まあ、僕ごときがね、こんなたくさん SU で喋ってもなかなかなんで、同期に一言言って終わろうと思います。同期は、なおりんか、なおりんか、はじめね、違う、なおりんかはじめ、初心者で始めた人、横地もか、そういえば、え、ヤクルトもやん、ひなともやん、みゆも、全員やん、そうっす、え、まあ、ある種はええやん、別に、こんな感じでいいのに。てなわけで、そう、同期はほんまに初心者で、わーみたいな、ザクソザコな演奏をみんなでしてきて、マジやからな、演奏してきて、みんなで楽しくやってたのに、こんなにみんな上手くなって、だって初心者って忘れてたもん、みんながっていうぐらい楽しく上手くなって、で、まあ多産にいろんな縁でね、別に SU が嫌いなわけじゃなくて、多産に行ってみんなで幹部とかしてみたいな、結構感慨深いなって思います。で、コスガは会長としてな、結構関わったけどな、コスが担当なんやっけ、残飯処理とかやったっけ残飯処理とか、メイン残飯処理とかなんかしてくれたりしてあんまりちょっとエモなくなるな、ごめんなって言ったろうと言って、そう、いや、みんなで楽しく運営できたし、 SU がな、何度も言うけど SU がなかったら僕はここで、楽しくね、鍋しかり、もう仲いい人たちとも出会えんかったし、後輩も薄いとか言わんでや、濃いやろお前は、たくさん、違う、沢崎もうや、残飯処理もおるし、楽しくできました。長く喋ってもあれなんで、またシシャモで出るんで、ちゃんと見てください、ギターですけどここまでは上手くなれるよっていうのを証明して、ありがとうございました。え、エミル大好き、ありがとうございました。楽しい同期やろマジで俺の、もちろんこっちやこっち側にもいっぱいおるけど、俺の自慢の同期たちでした。まだ来週以降も続くんで、来週以降、来週の日、再来週の日あるんで、ちゃんとね、毎日見に来てほしいな。毎日僕ら今まで3年間2年半とか頑張ってきた、積み重ねてきたもんを後輩に伝えたいとかやった、自分の中で精一杯の力を出したい、先輩に見せたいみたいな、それぞれほんまになんていうか大切にしてるライブでして、とってもなんていうか心がこもったライブになると思うし、後輩がもう多分それ見て刺激を受けると思う。俺は先輩の引退以外もやってるけど、引退のライブ見てめちゃくちゃ刺激受けたし、先輩らにも俺もめちゃくちゃ見せたいですし、みんなこの同期も今日来てない人らも、今ステージには上がってこなかったけど、こっちにおる同期も全員、これはほんまに全員思ってるんで、ぜひあと4日間違う場所ですけど、ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。じゃあカンパケとかの時間とかも